胴上げされる、落合博光監督コナミカップアジアシリーズ2007は、2007年11月8日から11月11日まで、日本の東京ドームで行われたプロ野球のアジアチャンピオン決定戦の大会である。落合博光監督が率いる日本代表の中日ドラゴンズが優勝し、日本代表チームが3年連続でアジアシリーズを制覇した。 最優秀選手には、イバタ・ヒロカズ内野手が選ばれた。なお、コナミがこの大会を最後に特別協賛から撤退した。予選リーグは、ゲーム2で中日ドラゴンズが、日本代表として、初の敗戦を喫する波乱の展開となった。中日を破った s k ワイバーンズは残り2戦を、コールド勝ちし、3連勝で決勝進出を決めた。これにより、 残り2戦を勝った中日が2位で、決勝進出となった。緑枠が、決勝進出ゲーム1勝、フィゲロア敗、助走本類だ。統一、陳蓮博ン1号、日森一1号、陳蓮博ン2号開始12時2分監修2978人、時間3時間40分、統一、チャイナゲーム2勝、金広ヒ原敗、中田本類だ。 中日の上一号開始18時5分監修19,095人。時間3時間34分。SK、中日ゲーム3勝、ロマの負け。陳春武史開始12時31分監修2,547人。時間2時間28分。チャイナ、SK ゲーム4勝、朝倉杯、半岳凛です。岩瀬開始18時32分監修11,167人。 時間3時間28分、中日、統一ゲーム5章、小笠原杯、旅券号本類打、中日井上2号、荒木1号返し12時1分監修1万2633人、時間2時間42分、チャイナ、中日ゲーム6章、西平流杯、万能本類打、統一、陽末源1号、SK? 僕強し勘一号開始18時1分勘衆7290人。時間2時間31分。統一、SK 勝ち。鈴木杯、ロマノ S、岩瀬本類だ、中日井上3号、リ平景1号、SK、金治む1号、リスツム秋一号開始18時14分勘衆21091人。時間3時間51分。中日、SK。 ありがとうございます。